久保さん今回、国葬反対の人たちの一部の声と、国葬反対の人たちの一部の声と、なんかね、ニュースでね、なんかやってたんですけど、国葬反対ですみたいな,でな,な、なんで国葬反対ですかみたいなね、まあ、インタビューしてたんですけど、ある一部の人が、いや、安倍総理は国葬をするような人の値ではないと、いうことしてたんですよ。お前、 ちょっと申し訳ないですけど、お前が総理大臣やれよって言うお前が総理大臣やれよっていう、<laughs> <laughs> どこからどこ目線やねんっていうねま、あまあいろんな意見があるんで、別にいいと思うんですけど、ただね、ここから僕は何が言いたいのかっていうと、ほとんどの意見っていうのは、やっぱりまあ久保さんもなんかであったと思うんですけど、ほとんど達成してない人が、やってなかったりとか、達成してない人があだこうだ言うんですよね。 か前、ランボルギーニかフェラーリの話で、なんかその、なんかそういうことを言ってたような気がするんですよ。買おうか買わないかみたいな話で、な,なんだっけな、ちょっと忘れましたけど。うーん、なんか、あの、まあしょうがないんですけどね。みんなじゃあ総理大臣になれるかっていうと総理大臣になれるわけもないし、多分ね僕、僕は思うんですけど、多分ね、超大変だと思うんですよ。超大変だし、ストレスなんていうのは多分、 日本一トップクラスストレスはすごいと思うんですよね。あと、重圧、責任がすごいと思うんですよ。多分、一般のサラリーマンではの多分100倍ぐらいのストレス、責任の重さというかね、あるんじゃないかな。でそれで生活、日々生活365日するわけじゃないですか。これはね、まあ、実際僕は社長、会社のトップをやってた時期があるので、ね、まあ、小さい国というかね、小さい会社のまあトップだけども、やっぱね、 重みが全然違いますもん責任が従業員の給料どうしようと売り上げ上がんなかったら従業員の給料どうしようっつってね借り入れもしてきましたようん、うん、すまあそこにはいろんな思いがあるし、うん、絶対払わないといけないどうしようみたいなねまあそれもその程度ですけどね うんでも、国の責任ってな、なんか、だから、社長を経験して、まあ、その、一般の人が体験できない責任の重さを体験したからこそ、なんか、まあ、相当大変だったんだろうなっていうのは、僕はなれないし、なろうともは思わないんだけども、なんか、そこは感じること、受け取ることはできるかなっていう、しかも7年か8年ぐらいやってたんですよね、安倍さんって。すごいと思いますよ、だって、コロ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 変わるわけじゃないですか、総理大臣。 それずっと続けるって結構修羅の道ですよ <laughs>。どんだけストレスあったんやねんっていう。うん、だからその見えないとこがいっぱいあると思うんですよね。うん、だからまあ、なんかまあ、いろんな意見があって、あるのはしょうがないんだけども、うん、国葬をする値の人ではないっていうのはちょっと残念ですよね。まあ、その国葬するかしないかとか、そういう、なんだ、そういう議論ではなく、なんかその、 ななんすかねうんな言い方としてなんですけど、あの例えばですよ、例えば、いや、安倍総理はすごい7年も任期すげえ頑張ったし、まあ、すごい頑張ったと思います、ただし、このご時世、今の経済が厳しい時にに、ね、何億円もかけて、税金をかけて、えー、国葬するのは、ちょっといかんせん、ちょっと賛同できないと。 別に国のお金使わなくても別にその国,人の国民の思いだったりとか,そのなんか届けられると思うしみたいな,なんかそれだったらなんかすごくオブラードに包まれててなんかいいかなと思うんですけどうんだって国葬結構金かかりますよね国葬そう。金国葬は結構金が16億円16億円らしいですよ 安倍総理の国葬費16円16億円16億です <laughs> まあまあすごいですね <laughs> 16億ってやばいですね まあでも逆を言うとこの16億円お金を使うことによって警備で、まあ、警,備警備もすごいことになってると思うんですけどその警備で飯食ってる人とかも,もう給料アップするとかね <laughs> いろいろあるんで、まあ、経済効果もあるちゃう、まあ、物の見方を変えると16円6円そこに使うことによって分配されるそこで働いてる人、まあ、警備員の人も相当増員されたと思いますし、うん、まあこれも見方を変えると、まあ、結局分配されてる部分があって。 でも見方を変えると一部の政治家がくすれてんじゃないかっていうものの見方もあるだろうし <laughs> まあ結局どこを切り取るかによって全然やっぱどこを切り取ってどう受け取るかによってね変わってきちゃうんでうんだから結局そのうん人生っていうのはあれですよねどこを切り取ってんのかっていうのが人生の大半を占めてるんじゃないかなと。 うーんその僕はねその、結構久保さんの動画何回もちょっと聞いたんですけどん、人生最大の目的というか、達成、人生最大の達成っていうのがすごく響いて、人生最大の達成ってすごいなと思って、確かに人生最大の達成っていい言葉だなっていう、でも多分、その人生最大の達成っていう言葉は僕、思い浮かばなかったんですよね。 なやっぱその官房長官がまあ本気でまあ仕事してたからそういうね、まあ、そういう政治と向き合ってたからまあそういう言葉がね出たんだろうけれどもやっぱすごいですよねうんそうこの人はめちゃめちゃ頭菅さんはめちゃくちゃ頭いいらしいですよねなん,かなんか堀江さんとなんか対談してて堀江さんがいや菅さんもっとやってくださいよみたいなで菅さんがいや大変,い大変っすよみたいな総理大臣大変っすよみたいな なんか、織江さんと菅さんが対談してる動画があって、それ前見たことあるんですけど、総理大臣大変ですよ、みたいな。<laughs> でもやることはやったんで、みたいな。なんか言ってましたけど、いや、大変ですよ。もう尋常じゃないほど大変だと思いますよ。うん。あ、すごいなと思いますね。うん、僕は。でもじ、人生最大の達成っていい言葉ですね。本当に。まあ、素晴らしいと思いますね。 まあ僕はね、まあ一つあるんですけど、人生最大の達成は、ドリームアカデミアも60歳までちゃんと運営するってことですね。で、毎月講義僕作ってるんですけど、それを60歳まで作るっていう、あと20年か。もう5、6年は毎月作ってるんですよ。だから久保さんで言うならば、速化塾の講義をホワイトボード、セミナーみたいな感じで、毎月セミナーみたいな感じでホワイトボードでこう講義する動画を提供するって感じですね。だからセミナーをやる、毎月セミナーずっとやるっていう感じですよね。まあそれがリアルなのか、 ローカルななのかって話なんですけど結構やりきったら多分人生僕最大の達成だと思いますあと20年間なんでトータル27年ぐらい毎月ホワイトボードを使って、まあ、セミナーでこう伝えてったっていうのは結構僕の中ではやりきったら人生最大の達成かなって多分やれる人いないんで別にそのなんか、ね、こういう動画だったりとか画面キャプチャーとかだったらねまた、あ、違うんですよ これやらないと分かんないですけど、ホワイトボードを使って、こうなんかこう、熱を持ってこうなんか、うわーってこうやっていくのも、60歳までやるっていうのは <laughs>、これやりきったらね、僕はもう達成だなと。でもやりきりますけどね。で、やりきった後に、振り返りたいですよね、ようやったなっていう。60歳まで本当有言実行で毎月、あの、講義作ってきたなっていうのをね、言いたいですし。 で少なくてもまあ、そんだけまあ、僕が熱込めてやれば、まあ、もっとその塾生さんからその成功する人が増えてくると思いますしね。まあ、そのなんか塾やっててよかったなって思えるだろうし、仕事、仕事やっててよかったなと思える人だろうし。うん。まあ、僕の人生の最大の達成はドリアカーですかね。ドリアカーを60歳まで運営すると。まあ、あとはね、もう一人やっぱあって、みんないなくなって、みんな辞めていくんですよ。 僕はネットビジネス18年見てきましたけど、やっぱみんな塾も消えます。本当にね、ずっと長く続いてる、運営してる塾、ほぼないですよ。ない。しかもこれが20年スパン、20年以上スパンでネットビジネスの塾が続いてるなんか、まず、まずほぼないですね、多分。それが前人未到に僕が作るっていう。トリムアカデミアも運営して20年です、みたいなね。もう6年はやってますけど。 だから、あ,あの、やるからには、なんだ、ネットビジネスといえばもうドリームアカデミアみたいなね。コンテンツビジネスといえばドリームアカデミアみたいにしたいですよね。で、まあ、熟成さんが結果、ボンボン出てくれば、もっと出てくれば、まあ、それも口コミも広,広がるだろうし。うん。だから僕はね、大学と勝負したいんですよね。東大とかに勝負したいですよね。いや、東大に入って人生幸せになりましたと。 もし東大に入ってね学歴があるんだけど全然収入もなくてで嫌いな仕事もしてこんな人生じゃなかったっていう人に言いたいですよね言いたいというかなんだろうな今までの常識ではいい大学に行けばいい会社に出世していい会社に入社できてそしてエレベーター式で出世してで、えー、老後安泰みたいなね世の中でしたけどやっぱそれ変わっちゃったんで。 大学に何百万払ってね、学論組んでね、<laughs> あの,あのしょ、あの、なんだ、えー、っと、なんかありますよね、金借りれる。で、その借金背負うんだったら、ドリア化でお金の稼ぎ方勉強した方がいいんじゃないかなっていうのは、僕は大学と勝負したいですね。大学行ってもね、まあ、目的を持ってやってる人もいると思うんですけど、大抵の大学生っていうのは、まあ遊んでますんで、 うんなんかまあそ,そ,そ,そこにいっぱいお金払ってるわけじゃないですか実際問題そこをねこっちに呼び込みたいですよねうんはいいってらっしゃい